バーン。バーン。今日も上陸しました。現在ここは淡路島。島だよ。おいしょ。すごいね。見たことある。え、今日も実際楽しんでます。あ、はい、あの、里井さんとの食べ歩き動画も、あ、見てくれた、見てな、ぜひ見てください、楽しみにしててください、はい、そして、今回ですね、はい、47都道府県バレーボールで巡る旅、兵庫県なので、うん、兵庫県を代表して里井さんではなく、おめでとう。え、なに、里井さんではなく、兵庫代表で里井さん、兵庫デルギーノさんです。ほら見て、今日も捨てたもん。いやいや、捨てたんじゃないよ。里ユリーズになってるもん。いやいや、これランクアップしただけよ。ランクアップして里ユリーズになったの。なんでなんだよ。今日もの方が下。いいフラ。いいフラ、いいフラ。いいフラ。そして、兵庫デルギーノの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。すごい、ありがとうございます。見て見て見て、でかい。いや、わかるわこれ。え、多分もう分かってる。見てる人はもう速攻わかる。ちっちゃくね。ちっちゃいな。どんどん人いくらだよ。あんたも変わらんね、こんな変わらへんねん。ほらほらほら、見てみーや。どっちが OK か分かる。兄弟じゃない。お姉ちゃん、お姉ちゃんじゃないから。なんと諏訪さん、お久しぶりの登場でございます。あの、ビアティミエさんとコラボしたときに諏訪さんにね、たくさん動画出てもらって、サンクールの時なんですけど、なんと250万回再生叩き出してもらってます。あ、まあ、ね、おーすね。おー、俺だけじゃない、俺だけで。え、違う、YouTube の急上昇6万。やめろ、やめろ、やめろ、お前らだよ。今3分ぐらい乗ってます。そう、諏訪さんの運の強さを、あの、ヘルニア国物語も欲しくて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ、すいません、新しいチームの方よろしくお願いいたします。すいません。兵庫デルギーノさん、あの、ぜひ概要欄にいろいろ貼ってあるので、ぜひチェックしてください。あ、これこれ、俺やだから。概要欄、概要欄、チャンネル登録はこちらから。あれ、2月にホームゲームあるんですよね。はい、2月24、25に兵庫県西脇市総合市民センターにてで、ホームゲームがあります。よろしくお願いします。じゃあ早速、今日の動画は人狼バレーやります。おー、聞いたことある。人狼バレーっていうのは、人狼になった人はミスらないといけません。あ、だから、あの、見たことあるわ、その感じのやつ。はい、あの、負けないといけません。だから、周りの人はミス、わざとミスってるなっていう人を試合中に見つけ出さないといけないっていうゲームです。あー、だから、まあ、疑心暗鬼になるし、ちょっと喧嘩っぽくなる。あー、じゃあ、まあ、大丈夫か、いつも通り、すごいね。そう、いつも通り、すごいね。下手やな。定番、ピリピリしてますから、普段も。ピリピリしてるらしい。ピリピリしてます。ちょっと怖くない。諏訪さんとか特に。お前、嘘つけやん。嘘つけ、どこがやん。みんなことやん。今日は甘えんとか。答える役。ということで、早速やっていきましょう。レッツ、エイジョーイ。全然ピリピリ感ないな。それにしても、里井さん静かやったな、今。ね、さっき顔にボール当たったから。そやねん、そやねん。こいつがさ、撮影でさ、めっちゃこう左目当ててさ、もう涙止まらへんねん。さっき眉毛八の字になってたもん。何回優しい人優しいか怖いか分からへん、ほんまに。ここで中断して病院。いや、行かせなよ、行かせよ。モテようとしてる、落とそうとしてる。マジ、どうですか、さとゆりさん、お嫁さんに。ごめんやけど、私が無理。ちゃうよ、手があるやん。手が、手が実はね。そうそうそう、まあね。あれ、あれ、あれみたいになっちゃう、あれみたいになっちゃう、あれみたいになっちゃう。今日は安全村、全員誰もいないってことか。そういうこと。ああ、いいね。いや、まあ、要はいわゆるガチ試合が見れるってことだよね。え、そういうこと、そういうこと。みんなガチ試合を見れるんだけど、疑心暗鬼になりながらガチ試合をすると、ガチミスを疑い始めるやつ。やばくない？おもろいよそれ。全員市民ですって言ってください。 OK、 じゃあ早速次を見ます。はい、困ってるね。
ヘルコクチームはこのメンバーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあでもこっちに人狼がいた場合はめっちゃやりやすい。だって普通にプレイしてたら相手が全員 VD なわけだから、あのこっちはミスしやすいもん。じゃあもう一人呼んでよ。市民が、うん、おい言うてモデルやん。あ、じゃあ言っていいんだよ市民って。え、なん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 、あ、怪しい、怪しい、言っちゃいけない職業やん。やっちゃってるよ。さっきからの情報からしたらガクさんはめちゃくちゃ決めるって言ってた。超エグいですけど。で、須賀さん、1メートルジャンパーですから。うわお、ごまかしてください、その辺は。普通に打ったら普通に決まる。普通に打ったらね、打ったら相手5人しかいないですから、ね。うん、でもこの掛け声がすごい大事。いくぞ、絶対勝つぞ。あー、上だった。ちょっと怪しいな。あ、早い早い。兵庫デルフィーノチーム、お願いします。みんなちょっと若そう。そうです、フレッシュなメンバーで。もちろん。おいくつですかみんな。26です。あ、同い年。22です。若い。13歳です。若い。若いじゃない。23です。26です。おお、すごい。人生が飛んでくるな。飛んでくるな。なんか意気込みありますか。まあチーム全員でサトエルさんを狙って。なんでよ、おかしない。多分絶対ルールですね。とりあえずミスらないように。どっちの側や。違うよ。頑張ります。怪しい。どっち側や。ガクさんではいいかなと思って。ガクさんって別に人狼でも人狼じゃったらミスるんで。大きすやないかお前。勝とうと思ったらガクさん。もう俺6個上やで。僕は市民なんでチームが勝てるように貢献したいと思います。うわ、市民そう。市民なんで怖いわ。逆やわ。紳士ですけど、あのチームではキングなんで。楽しみ。自分じゃあ、諏訪さん狙いで、ショートアバイティング。おぉ、ありがたい、ありがたい。ピンポイント。猫は被ってますよね。あ、まあまあ。じゃあ、いつもでした。いや、じゃあ、誰かしてきてください。いきまーす。おぉ、デスタショー。ノリが。自分、下がります。リアクション芸人。芸人になっちゃった。うわぁ。リアクションでしょ。うわぁ。他のバリエーションない。わぁしかないもんね。うわぁ。それは顔な。2トスひどいよ。あ、しょうがない。アップしてないから。しょうがないじゃないよね。おお、あいつら。ねねってか線。線青。何色？あ、黄色だ。あれ？サトエルさん今青から打ってたよサーブ。普段ね、接吻してないっす。あれ言い訳すらしてるよね。なんかちゃんと保険かけてったな。今いくらだろう保険料。高いよ、でかいから。ちょっと怪しくない。ええー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おれー。
サーミスの時もおもろく見せますもっと。あんなガチミスしないです。周りにさ、なんか全然人狼焦ってなくない？勝ったらあかんねん、人狼の人。市民ばっかりや。市民だけやそれはそれはもう。ね、絶対いる。でも怪しい人がいない。でもフェイントしかしてない。デスアームミスって。あ、そう、渋谷。渋谷に当たるの怪しいと思ってんの、ほんまにほんまにほんまに。ほんまに渋谷に行っちゃう最初ら辺でわざとレッスンミスしたよ。覚えてない。ほら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 
感悪くない。まあでもライトは決定率めっちゃ高いですよ。レフトは決定率スワさんはもうちょっとアップできてるはずやのに、なんでできてる前提なの。なんでできてるって言うの。やばいだね。まあでもなんかさっきいや意外に器用みたいなこと言ってたんですよ。それが嘘なの。そんなのどこだ。じゃあそれはね、それはねガチミスしたらセッターやったらまあミスるから大丈夫かな。人狼やとしても新人としてもいいかなって思ったけど、それはなんでボールしてたの。なんでこれ入れた。もう一個あとりあえず入れとこい。とりあえず入れとこい。いいよいいよ、入れちゃい入れちゃい。あ、いいよ、もうそれでいい。ちょっと悪かった。めちゃくちゃ仲悪なんだ。クソ、なんで落ちてくれや。渋谷さん、さっきあの翔歌が4点ぐらい入れた時を見てた気がするんだよね。え、4点入れてました。4点入れたんですよ。ガチ。え、で何も言わないから。点数めっちゃ差し迫ってやばいな、やばいなっていうだけで。なんか周りに焦ってなくない。え、そう、うん、あれ、お前らなんかラッキーやってるこれ。で、ジムダニやねんって、それ中心が多分そんなの3年中だ。バチバチ、じゃあダメだね。怪しいな、めちゃめちゃ怪しい。せーの。
待って、一旦落ち着いて。待って。ねえ見て。いや、なんかめっちゃ…ガクさん、どうですかね。確かに。いつもと違うのってわかるからよ。わかるやん。私じゃないでしょ。あーやだ。ちょっとほんまに勘弁してください。発表しましょう。発表します。人狼は…いません。あれ？ガチャバ。待て待て、恥ずかしい。やばい、全部ガチャしてくれ。じゃあガチミス。じゃあモリトさん。モリト。モリト。モリト。あ、そうなんや。兵庫デルフィーノ終わらせようって言う。危ないってやめようや、それは。ジロバレー全員市民だったらみんな騎士役になるはずでした。おあの疑心暗鬼になるゲームおもろ、これやばやばい、ちょっと待ってモリさん、ブロックめっちゃ引っかかった。モリさん、すいません、ショックやねんけど。ごめんなさい、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 ごめんなさい。じゃあ、これ以上にこっちのチームがみんな動きでなさすぎて、これ大丈夫かなって。いや、もちろん立ち試合して、まあ、ちょっと怪しい、まあ、最後こういう会話になるぐらいかなと思ったら中盤からだいぶ怪しい人がいっすね。出まくってる怪しい人。まあ寒かったんでね。あ、そうですね、ちょっとあのアップも足りなかったんで。なんで信じてくれへんかったの。この当たるやん、この当たるやん。